さあ、続いて早々台頭での高村さんの攻略です。高村さんが最後に登場するシナリオです。宿敵である炎章とも険悪で、すぐにでも攻め込まれる危険な状況です。ただし、このシナリオでは三国志最強クラスの趙雲がいます。元毛、高村越とは比較にならない強さですね。ただし、そんな彼がいても状況は急を要します。では、序盤攻略の説明に入ります。私の所有するガイドブックによれば、炎章と同盟を結ぶか、大剣に避難すると書かれています。しかし、このどちらもおすすめはできません。まず、炎章との同盟に関してですが、関係が最悪のためにまず成立しません。初期物資だけでは同盟は無理で、沈没を送って敵対を下げるまでで手詰まりとなります。そのため不可能と言えます。続いて大剣に移動するという案ですが、これも悪手です。なぜなら、逃げた先には炎章より厄介な曹操が待っているからです。曹操と同盟を結んで対抗すると考えるかもしれませんが、そんな暇を炎章は与えてくれません。ガイドブックの攻略法ではクリアはできません。なので、最初にやるべき行動は一つです。難敵に速攻で攻め込むしかありません。しかも、今回のシナリオでは条件があります。炎章よりも先に順番が回ってこないとダメです。もし炎章軍が兵士を再編成した場合は、勝率が激減します。炎章オールスターがマックスの兵士を持つと、どんなにあがいても勝てません。これが初期配置の兵ならば、10部隊というゲームの制約により先の目が出てきます。私の経験上、高村さんが勝つためには炎章よりも先に順番が来て攻め込むという特攻作戦が生き残りやすいです。それでは実際のプレイをご覧ください。難易度は上級です。高村度が在野にいますが、今は不要です。炎章軍より先に順番が回っているので、攻略法通り攻め込みます。部隊数は多いですが、単体の兵数は大したことないので、そこまでけおされることはありません。武力の低い奴らは一騎打ちで倒します。趙雲はここで有名をガンガン稼いでもらいましょう。どこをどう見て勝てると思っているのだろうか。一撃。敵の援軍が来るまではあまり攻め込まないのが鉄則。突っ込んできたら迎撃です。このカウンターが気持ちいいですよね。ちょっと趙雲遊びすぎ。ギリギリ。趙雲が負けたら全てが水の泡です。さあ、残り半分の舞台ですね。城にこもる武将はなかなか動きません。あぶれている武将たちをまず誘い出します。はい、引っかかった。やられてもらいましょう。少しカットします。ようやく動いてくれました。一部隊ずつゆっくりとえぐっていきましょう。ここまでくれば、あとは順番に倒していくだけです。
軍師が2万で守ると大変ですが、初期配置なら1万なので、そこまで苦戦はしません。負傷兵の回復部分をカット。それでは最後の仕上げです。ここまで来ればもう安心ですね。かなり無謀な戦い方かもしれませんが、慣れると結構楽しいですよ。注意点として、高尊さんと武力70代の一騎打ちは勝率が安定しません。なるべく長運に任せて、一発で倒してもらいましょう。一丁上がり。それでは処遇です。かなりの武将を登用できました。ここからダイジェストでお送りします。先ほどの戦いで勝利しましたが、このシナリオはここから忍耐の時となります。炎将軍の兵士を大幅に削りましたが、高尊三軍には物資が足りず、今すぐに炎将を追い詰めることは厳しいです。その事実として季節の変わり目に、住民の反乱が発生します。資金がないため説得をするも、納得はしてもらえず、領内の不安定さが露呈することになります。しかし、今は住民よりも配下を優先します。武将の忠誠上げをするも、何人かの武将は引き抜かれてしまいます。めげずに残りの武将も忠誠上げをし、196年を終えます。新年早々にまた住民が動きます。ここも説得できず、2度目の住民反乱が起きます。これにより難否は大いに荒れてしまいます。住民反乱は配下の将にも影響があり、何人かの武将は引き抜かれます。再度忠誠上げをし、結束を固めます。住民の機嫌を取るために、可能な限りの兵糧を渡します。そして、荒れた土地を回復するために、内政をひたすら続けます。秋の収穫を終えて、住民に還元しますが、まだ安心はできません。12月の内政地はこちら。かつての流星は取り戻せていません。年が明けて物資の状況はこちらです。そろそろ内政だけでなく、軍事にも力を入れていきます。南部の護兵効果はかなり高いです。引き続き内政も行っていきます。秋の収穫で住民に還元すると、ようやく60を超えて安全圏に入ります。領内がようやく安定しましたが、炎症が盛り返しています。198年最後の内政の成果がこちら。南比もようやく以前のように発展してきました。しかし、物資はまだまだ不十分です。内政、軍事をうまく使い分けて、おとなしく過ごします。そして、200年にようやく大きな収穫を得ます。しかし、炎将軍はかつての勢いを取り戻していました。資金の大部分を軍事に充当し、炎家との決戦に備えます。内政も引き続き行います。200年7月には高尊三軍も、炎将軍に劣らない軍勢となります。それでは200年8月から再開します。忍耐の時をようやく終えました。先ほど炎将軍18万とありましたが、領土が分断されているので、大剣には同程度の兵数しかいません。ここでようやく炎将を追い詰めます。敵の先鋒部隊が特攻しています。魚鱗の部隊は怖いですね。水耕の部隊をまず倒します。さて、敵が突っ込んでくるかな。やられた。そっちに突っ込むんだ。城にいたおかげで敵の方が損害が大きいですね。
ごちそうさまです。敵に近づくまでカット。敵軍の目前に待機しています。行動範囲をしっかりと把握すれば最小限の被害で敵を誘い出すことができます。中途半端な攻撃は大怪我のもとです。仕留め損ないましたが十分にダメージを与えています。一気に攻めてやります。宿敵炎章の最後の時です。意地の伏兵ですね。上級の場合はほぼ確定で計略成功なのですが、もはや形勢逆転はありえません。難比に続いて大剣もゲットです。炎章を葬り去り、後を継いだ炎丹の勢力はこちら、兵数は10万を超えていますが、武将の数は逆転しました。そして、200年10月に事件が起きます。天下に一番近い男が、流氷軍に敗北し、命を落とします。曹公、炎丹、孫策ら、次世代が台頭し始めます。次の戦争のための兵糧収入を待って、内政、軍事に勤しみます。202年11月に準備がようやく終わる。炎家の残党がいる平原に攻め込む。今回の戦争ではこちらに1000人の佐治も加わる。序盤はかなり優勢に進めるが、援軍が到着し、盛り返す炎丹軍、高孫三軍もかなり苦戦を強いられる。剣術を使う佐治のおかげで混乱した部隊を一掃する。陥落、多くの武将を配下に加える。炎丹に忠誠を誓う武将も多く、特に文州、顔料の2強が残っています。いよいよ行を残すだけとなりました。そして203年7月の秋の収入を迎え、序盤最後の戦いに挑みます。203年7月から再開します。プレイを始めて7年が経過し、ようやく一区切りの時が来ました。今回の戦いはウィニングランに近いです。総攻軍と同盟もしていないようで、戦場にいる部隊を倒せば終わりですね。少しカットします。敵からすると、じわりじわり迫ってくるのは嫌ですよね。今回は部隊数が多いので逃がしはしませんよ。包囲完了です。最後の仕上げです。
遠家との長い抗争がようやく終わりました。終了時点の勢力図を見るとまだ小さいですね。勝ち残った公孫三軍はこちら、遠家をほぼ吸収し十分な国力を有します。そして次なる敵たちの勢力はこちら、どこの勢力と比べても戦える力があります。シナリオ曹操台頭の序盤攻略のまとめです。肝心なのは最初の一手です。袁紹に編成の時を与えず攻めることです。その後は内政が長く続きますが、じっくり腰を据えることができます。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。